質問来てた。ネットフリックス実写版のワンピース、ぶっちゃけ感想を教えてください。お答えします。マジでヤバかった。またこの動画二度と見れないかもしれないので、いいねと保存をお勧めします。本当にネットフリックスの本気見ましたね。1話あたりのかけてる予算が26億円なんです。全8話あるので200億円超えてる金額を一つのドラマの中に入れてるんですね。ゲームオブスローンズが1500万ドルかけていたんですが、それを軽く上回ってる。日本のテレビドラマ業界マジでヤバいですよ。アメリカの黒船ネットフリックスに全部やられちゃうなと恐怖さえ感じました。僕が一番驚いたのはロジャーのシーンですね。めちゃくちゃすごい群衆がいて、これどうやって撮影してるんだろうなと。成功の秘密はリアル路線に寄せたというところだと思います。不自然なアニメの部分は排除してるんですよね。なのでコスプレ映画になってない。進撃の巨人やドラゴンボールはコスプレムービーになってたから失敗してるんです。真剣佑さんのゾロも良かったよね。実写版ワンピースぜひともご覧ください。あなたの感想はコメント欄で待ってるよ。海賊王に俺はなる。